これロブリーさんという方がですね、ツイッターでね、他にもまあいろいろ言ってんですけど、ロシアのテレグラムチャンネルからですね、こういう情報が来たということで拡散してます。一番まあ拡散してるのはドミトリさんって方もね、ツイートが拡散してるんですけれども、一応ちょっとロブリーさん、この方はまあ元々ね、軍人だった方ですね。この人のちょっとツイッターを引用しますけれども、ロシア軍の部隊がですね、クレミンナ戦線でハイマースの攻撃を受け、最大100人の戦死者と、それから100人の負傷者を出したというふうにね、伝えられてると。で、彼らは前線近くで指揮官の演説を何時間も待っていたと伝えられていると。こういうまあニュースが出てるんですよね。で、この件に関してですね、ちょっとその一番拡散してる、ドミトリさんのやつですかね。ドミトリさんのちょっとツイート、これね、翻訳ちょっとお届けするとですね、これちょっと長いんですけどね。ロシアの情報筋によると、クレミンナ近郊で数百人の死傷者を出したハイマースの攻撃は、今日の初め、まあ、この投稿があったのがですね、6月14日なんで、6月14日の早朝ですね、発生したと。関与したのは第20軍とその将軍で、去年のブフレダル、ね、南の方ですよね。バフムト南の方ね。ここでですね、もう突っ込んでて防護やれちゃったんですけど、ブフレダル特攻で知られる、シナバシネのアフメドフ将軍だったということです。一箇所でなんか2時間も部隊が待たされてるうちにですね、ご想像の通り到着したのはハイマースと大砲の弾だけだったということで、ボコボコにやれちゃったわけですよね。で、この件ね、本当なのかなと思ってたらね、アメリカのシンクタンクの戦争研究所、ISW もですね、このことを取り上げております。で、これまあちょっと翻訳してそのまま読むとですね、ロシアの情報筋は、ロシア軍第20軍が司令官の演説を待っている間に、ルハンシク州クレミンナ付近で、攻撃をしたと。ロシアの司令官に対する、まあ、軍事ブロガーの中での、まあ、典型的な不満の声が上がっていると。で、ISW は第20軍の、144師団と第3自動小銃師団の両方が、クレミンナ地方で活動しているのを過去数ヶ月確認しており、どちらの師団がウクライナ軍に攻撃されたかは確認できなかったということです。さらにですね、ロシアの情報筋は、師団が攻撃作戦を行う前に、このアフメドフ少将がですね、演説する、ね、到着して演説するのを待っていたと。で、その時に2時間ぐらいそこに待機していたということなんですね。それでですね、まあもちろんこれ、ウクライナ軍に察知されてですね、まあ攻撃されたと。で、ある軍事ブロガーはですね、攻撃の結果何が起こったかということは、まあビジュアルには確認できていないが、ウクライナ軍のハイマース攻撃で100人のロシア兵が戦死、さらにもう100人が負傷したと。合計200人やられちゃったと。いうことで。で、ロシアの軍事ブロガーたちはね、この件すごい批判してまして、多数の、ロシア軍兵士をですね、これほど長い時間ウクライナの射程内に集中させるという不適切な決定を当然のように批判していると。で、この状況を利用して非効率なロシア軍の士気に対する長年の批判をまあ繰り返したと。で、この怒りはですね、特に、去年の年末ね、ドネツク州のマキーウカを、攻撃した時にね、ここでまあ、劇的な損失をもたらしてしまいますけれども、このですね、まあ、大失敗の時を、顕著に無責任なこの、ロシアのね、軍事指揮、ね、これに対する批判をまあ、放送させるような、かなり大きな批判になっていると。で、ロシアの軍事ブロガーは以前、ロシア政府関係者に、マキーウカの攻撃について、ロシア軍指導部の責任を問うように要請し、規模な失敗の責任を個々の、指揮官に押し付けようとしてきたと。で、ある軍事ブロガーはですね、兵士の前でもうこいつ撃たれてしまえみたいな、結構過激なことも言っているということです。で、これがまず一つの出来事ね。それからあとですね、チェチェンのね、カディロフの、ナンバー2のですね、デリムハノフという男がいるんですけれども、こいつがなんか行方不明になっていると。ね、やられちゃったんじゃないかみたいな噂が出ているんですが、この件についてもですね、ISW が書いてます。一部の情報源は、ウクライナの攻撃で、不特定多数の、場所でですね、不特定というか、特定、どこの場所か特定できないけれども、そこで、まあ、戦死もしくはですね、負傷したんだというふうに伝えていると。ところがカディロフはですね、いや、こいつは生きてるっつってですね、まあ、元気な時の、ビデオとか出していて、で、一応私を監修してくれてるですね、専門家に聞いたところですね、やられてはいないけど、怪我はしたかもしれないみたいな、今なんか、そんな情報が出ていると。いうことでございます。まあ、実際のところはですね、ちょっとまだ、よくわかりません。はい。今はそんな状況ですね。まあ、ウクライナ軍が三軸で、まあ、攻撃してですね、こういう細かいですね、インシデントね。まあ、いっぱいいろんなところで、まあ、起こっていると。ロシア軍がね、まあ、一人また、将軍も討ち取られたりとかね、
してますのは、少将ですよね。参謀長が一人ね、その、まあ、エリアのですけれども、撃ち取られたりとかもしてます。で、ロシア軍はですね、相変わらず、まあ、その、戦場では勝てないので、ウクライナの民間人に対するですね、攻撃ね、相変わらず空襲警報をウクライナになってるんですよ。で、6月14日にですね、ウクライナ全土に対してですね、ミサイルとドローン攻撃を行いました。ウクライナ参謀本部は、ロシア軍が、KH-22 巡航ミサイル6発、カリブル巡航ミサイル、4発、それからシャヘドですね、あの例のドローンね、これ10機を発射したと報告と。で、ウクライナはですね、KH-22 ミサイル3発、シャヘド9機を破壊と。まあ大体半分ぐらいですかね。で、ウクライナ、参謀本部報道官のコベレフ、氏はですね、ロシア軍がハルキウね、ドネツク、キロボフラド、オデッサ州のインフラ施設を標的としたことを伝えたと。一部 SNS ではですね、オデッサで大爆発が起こっているみたいなね、情報も出ているので。まあ、いかわらずですね、卑怯なね、民間人に対する攻撃をまあ続けていると、いうことでございます。まあ、そんな中ですね、まあ、ウクライナ軍ね、三軸での攻撃。まあ、さらに言うと渡辺さんがね、真ん中押したらいいんじゃねえかみたいなね、まあ、意見もまあ言ってるんですけど、まあ、いろんなところでこう、まあ、私ね、今までの動画で、まあ、その、うまくいってるところとそうでないところと、まちまちだみたいなこと言ってきましたけれど、まちまちのうちの、まあ、進行している時間はどこかということがね、明らかになってきたんで、ちょっと皆さんと共有させていただきました。ということで、今日の内容面白いなと思ったら、ぜひ、高評価のボタンとチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、Thanks ボタンでご支援ください。ガオー!